はい、皆さんこんにちは。 Amazon の初売りも本日が最終日です。今日はですね、その後見つけたセール対象品でおすすめできるものの、実物をお見せしながらと、あとは1月3日からの5日間で視聴者の方々がですね、注文した初売りのセール品の、人気ベスト5っていうのをですね、お見せして、ご購入の参考にしていただきたいと思います。それでは行きます。はい、ということでまずはね、おすすめ5選ですけども、タイムセールとしてはね出ていないんですけども、こちら Apple のタッチ ID 搭載のマジックキーボードが 14% オフの 16,994 円となっています。これ Apple Store はね結構高いですからね。で、これについてはね、これは iMac についてきたやつですけど、これの単品売りのシルバーのね、お安くなっています。で、タッチ ID ね、とにかくワイヤレスでついてると便利なんですよね。パスコード入れないでね、ロック解除とか認証できますからね、ほんと楽です。で、キーボードはね、好み分かれますけども、この MacBook のタッチに近いものがね、好きな方にとっては、この純正のマジックキーボードってね、非常にいいと思うんで、このアップルスターだとね高いですから、この値段だったらおすすめできるものだと思います。はい、そしてお次はね、アップルペンシル第1世代、こちらが 17% オフの 12,283 円です。アップルスターだと 14,880 円のものでしたけども、で、これについてはね、この、ライトニングのタイプということで、で、実はね、10月にこの第1世代でもね、中身の内容物変わりまして、この第10世代の iPad 用に USB-C の変換アダプター付きのやつが出てるんですけど、このね、今回のセールはその前のやつなんでね、この第10世代っていうよりは第9世代をね、初売りで買った方なんかにお勧めできますね。はい、そしてお次は初売りで MacBook 購入した方にお勧めしたいのが Inatec のパソコン用のスリーブですね。通常よりも 20% オフの 2,142 円です。で、これはね、こういう感じの、デニムでね、結構お値段の割にクオリティが高いデニムでですね。で、こういう感じで、中ふかふかになっていて、で、これポケットがついていてですね。で、これのね、最大の特徴はファスナーとかね、余計なものがついてないんでね、突起物ないですからね、そういう意味では、圧力かかる時とかにね、心配がないというね、感じですよね。で、これ付属のね、ポーチもついていて、非常にね、お得な感じになっています。で、これね、例えば一回り大きい M2 の MacBook Air、これもね、入りますし、もちろんね、M1 の MacBook Air とかね、M2 の13インチ MacBook Pro なんかも入るので、そのあたりね、比較的対応機種の多いスリーブとなっています。で、お次はね、OA プロダのガラスフィルムですね。これ私が使ってるのは14プロ用ですけども、各種サイズ出ているようなんでね、これが 15% オフとなっています。で、これね、今貼ってるやつなんですけどね、基本的にはね、OA プロダ、一義迷惑があってね、貼りやすくて、で、ここのね、このスピーカーマイク部のところに、防塵の網みたいのが入っててね、ここからホコリが入りづらいっていうのが特徴みたいでですね。で、あとはね、このエッジの部分についてもこの黒い枠つけてないんですけどね、結構仕上がりが良くてね、見た目がいいっていうのも特徴かなと思います。で、タッチの方もサラサラすぎずネトネトすぎずとても好みなんですけども、これ2枚でね1104円ですから、とてもね、いいフィルムだと思います。はい、そしておすすめリングもタイムセールにかかってます。 5% オフの1919円ですね。ゼニックスのマグネットリングとなっています。で、これね、初日の初売りの時にご紹介しているこの ESR のハロロックというやつと比べると、この軽いっていうのがね特徴ですよね。非常にシンプルなデザインで軽いのが売りかなというところでね。で、私はね、このハロロックの前はこっちを中心に使ってましたけどね、今もね、軽い方がいい時はこっちを使っています。シンプルな分、縦のスタンド機能については、どうしてもね、角度の方がこう浅くなっちゃうっていうのもありますけどね、ただやはりね、重いのが嫌って方にとってはこれ 20g 弱ですからね、非常に軽いんですよね。ただね、シンプルな構造の関係で、こうやって机の上にね、つけたまま置いたときは、若干グラグラするんですけどね。とにかく軽さということで、ハロロックは 40g ありますから、半分の重さなんですね。
はい、そしてお次はですね、私が買おうかと思ってるものです。今朝検索いろいろしてたらね、出てきて、おって思ったのがこちら、アンカーのパワーエクスパンド USB-C イーサーネットアダプターというね、まあ、これ LAN ケーブルから USB-C に変換してくれるんで、なんかほら、今 MacBook って基本的に、まあ、LAN のポートってないじゃないですか。だからまあシンプルにつなぐときとかね、私の場合にはディスプレイ経由で LAN ケーブルをつなぐときにいいのかなと思ってます。はい、そしてここからですね、初売りで視聴者の方々がですね購入した、ね、人気のベスト5というのをねご紹介したいと思います。まあ、全体像ねこんな感じなんですけどね。で、1位がね ESR のハロロックマグネットリングですよね。これ一番人気でした。で、2位がこのバイカラーのアップルウォッチのバンドですね。そして3位がこちらウィシングスの体組成計ですね。体重計、Wi-Fi のやつ。そして第4位の方はこのアンカーのね、パワーストリップというやつですね。で、第5位はね、こちらミヤビックスのトラックパッドフィルムなんですけど、これは残念ながらね、セール終わっちゃってるみたいですよね。で、第1位の ESR ハロロックスマホリングについてはですね、これが2割引きの2159円ですね。で、私もね、年末に視聴者の方に教えていただいて購入したものなんですけど、で、これがね、とにかくね、バリエーションがすごいね、リングでね、このマグネットでね、マグセーフタイプの iPhone だったらくっつけることができます。で、こうやってね、伸ばすと、まあ、例えばね、もう縦向きのスタンドなんかも結構角度をね、立ち上げた形でつけられるのが、まあ、非常にね、便利ですよね。もちろん横向きについても、まあ、いろんな角度をね、自分で調整できるので、バリエーションが豊富っていうのが、まあ、使い勝手のね、良さなんじゃないかと思うんですよね。で、リングがね、二重になっているので、私の場合はね、こうシンプルに使う感じで、こういう風に持ってきて、で、こうやるとね、今まで使ってきたリングの中で一番こう左の下に指を持っていけるという感じで、まあ、手の小さい私でも iPhone 14 Pro の操作がスムーズにできるというのが特徴ですね。まあ、こういう感じでですね、戻るボタンなんかもですね、左下、押しやすかったりしますし、あとはね、右の上からのコントロールセンター、そして左の方の上からこの通知ですよね、これなんかもねスムーズにできるので、非常にね使い勝手よくて人気の製品ですよね。で、お次、人気ナンバー2がこちらラブレオップというところのアップルウォッチのバンドなんですけどね、これが通常だと1210円のが 35% オフで792円で買えてしまいます。で、これはですね、アップル純正品のコピーが多いアマゾンのアップルウォッチバンドの中でもですね、ちゃんと個性を出しているところが特徴で、このね、いろんな色がねあるんですよね。で、こう切り返しがあって、で、このバックルの方はね、ここの部分スタンダードな感じのもので、で、ここがね、先っぽが中に入れられるってことでピロピロしなくていいという、まあ、結構ね工夫されていて使いやすいバンドなんですよね。で、文字盤なんかについてはですね、私これ自分で作って合わせていますけども、このねストライプを使って作っているんですね。で、これ質問あったんでね、この作り方ねお見せすると、これウォッチアプリの方でね、ストライプ選んでフルスクリーンっていうのを選ぶんですね。で、その下ね、これ2色っていうのを選んで、ストライプ1と2に、まあそのね、バンドに合った色をね、選ぶんですね。で、あとはですね、角度の方はこれ255度ぐらいで、私の場合にはぴったりかなというね、ところですね。まあお安いんでね、楽しめると思います。はい、そして第3位はね、こちら、ウィシングスのボディカーディオという、スマート体重計体組成計なんですけどね、これが 25% オフの 15,164円で、現時点でね、白はねちょっとねもうセール終わったみたいで、ブラックの方がセールになっています。で、まあ、こんな感じのね、非常にすっきりしたデザインで、設定を1回してしまうと乗るだけでいいんですね。で、測ったデータは Wi-Fi 経由で、まあ、このウィシングスのサーバー経由なんでしょうね。このね、ヘルスメイトというアプリの方に来るんでね、まあ、このね、減っていく様子が確認できますよね。まあ、これ75キロ以上あったのが、まあ、今はですね、私の場合にはもうね、60.5キロとかになったわけですけども、まあ、もちろんね、ダイエットをやりながらなんですけどね、これ買ったからって痩せるわけではないですけども、まあ、体脂肪率とかね、筋密度も含めて測れるんで、で、これ iPhone とかね、複数でもね、同じようにデータが取れます。
で iPhone のヘルスケアとも相互同期できますから、こちらで体重の方のね変遷とか体脂肪率の変遷もこのねグラフで確認することもできるほかですね、まあ、ヘルスケアのトレンドなんかも使えたりします。アプローチの運動データなんかが逆にヘルスメイトの方に反映することもできます。はい、そして第4位はアンカーの 615USB パワーストリップという製品ですね。これがまあ 15% オフの5942円ですね。でこれはねセール対象白だけなんですけど、うちにあるのはブラックという、まあ、グレーみたいな色のやつですけど、まあ、このパワータップ兼 USB-C チャージャーってことでね、まあ、これがまあ裏表にこのコンセントがあってですね、そしてこの巻き取り可能なケーブルが延長できるようになっています。でこれはね USB-C ポートの方は最大 65W 出ますからね、まあ、これだと MacBook Pro 14インチにもいけちゃうぐらいなんですけど、で私も特にねこの AC の方ですね、この一時的につなぎたい機器とかあるんですけど、まあ、例えば昨日ご紹介したねこのエンバーとかだとね、まあ、この向きじゃなくて逆の向きか、まあ、こういうのがあのハードディスクね外付けの一時的につけるなんかでも大活躍している製品です。そしてね第5位はねセール終わっちゃってたんで、第6位がこちらアンカーの511パワーバンクで、これがホワイトだけ 20% オフの3999円になってます。でこれについてはですね、この電源アダプター兼モバイルバッテリーってことで 5000mAh のモバイルバッテリー機能付きの、まあ、電源アダプターなんですよね。でまあ、このようにだからねコンセントに差し込めるようになっていて、でだからまあ充電ねすごい楽なんですよね、これ挿すだけですからね。あとモバイルバッテリーとしてもねこうやって有線でつなぐと最大 20W 出ますから、まあ、iPhone はね非常に早い充電ができます。でこうパワータップなんかにね差し込んだ状態で充電もできたりするので、まあ、とにかくねなんか 2way 3way みたいな感じで、まあ、とてもね便利なんでね私は非常に重宝しております。はい、ということで Amazon の初売りも、まあ、本日いっぱいってことで、まあ、ブラックフライデーに比べるとちょっとパンチがない感じもねしますけども、まあ、値上げラッシュの中ですね、まあ、迷ってたものは少しでもお安くという感じで、あとはね消耗品とかね、あとは SD カード関係なんかも安いものありそうなんでね探してみてくださいませ。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。